皆さんこんにちは日本語の先生のりこです今日はトピックのリクエストをもらいましたスウェーデンから聞いてくれている方からです日本の言語について話してくださいということでした言語え言語って何って思いますよねでも多分みんな聞いたことがあると思うんですよ 例えば私は昭和生まれです。昭和これ元号なんです平成平成も元号です。そして令和今は令和の時代なんですけれどもこれも元号なんですね。これらが元号なんです。日本ではつまり元号というシステムを使っていて 年を表しますつまり1年2年3年年につける名前のことで時々和暦とか年号とも呼ばれています例えば今年は2021年ですねこの2021年という言い方は西暦なんです西暦。でも和暦年号元号を使って言うと 今年はななんと令和3年令和和年年になりま,すまあ私ももうイギリスの生活が長くなってしまって今平成何年とか言われたり今令和何年とか言われることがあってもえ今年は何年ですかすぐれでで答えられないいことが多いですね、まあ、今だから調べて調べなきゃいけなかった。 今,今年は2021年は我暦ででうと令和3年です3年すじゃあいつから使っているのっていう話でこれはね、まあ、ちょっと忘れちゃったからインターネットで調べたんですけれども昔昔日本で初めて元号が使われるようになったのは7世紀頃 七世紀頃だそうです。七世紀って言われてもね。もうかなりかなりの大昔なんですけれども。最初の元号は。大化。大化。という名前でした。六百四十五年です。つまり西暦六百四十五年。これが大化。一年。そこから。平成までは。 247個の元号が使われてきたんだそうです。だから今の令和は248個目。長い長いい歴史ですねどんな時に元号が変わるのかこれは天皇がまあ新しい天皇が即位する時。 古い天皇から新しい天皇に変わるときに、一緒に元号も新しいものにしましょう、変えましょうという決まりがあるそうです。はい。だから、まあ、つまり今まで日本の歴史の中で、まあ、大化から数えて248人の天皇がいたということなんですよね、きっと。うーん。知らなかったです、私。 知らなかったまあ私は昭和生まれですから昭和平成令和この3この三つの時代を経験しているわけなんですけれどもえちょっと調べてみましょうか長生きをしている人ね多分今まで一番日本で、まあ、今の今長生きしている人は明治時代生まれだそうです。つまり明治 大正、昭和、平成、令和、五つの言語、五つの時代を経験している。お年寄りの方がいるわけですね。すごくないですか。いやー。ねえ。まあ、私は、まあ、今、私たちはごめんなさい。令和、令和時代を経験しているわけですね。まあ、ちょっとややこしいんです。本当に。実は。 まあ私はね本当にイギリスで暮らしていて和暦、年号言語を使うことがないので何で西暦にしないの西暦の方が簡単じゃんって私は本当に思うんだけれども日本ではそんなことないんだよね。ということで、まあ、ごめんなさい実は本当に難しいトピックで全部インターネットで調べたことを読んでるだけ読んでるだけです。はい、いについて 話してみました。じゃあ、またね。